から中に入っていく高橋、ここで岩田も呼んでいます。逆サイド、その岩田です。さあボックス内4人、大きく放り込んでいく、星原から大久保シュート、ゴール高橋、ザスパクサス群馬同点に追いつきました。盛り上がる正田醤油スタジアム群馬、代わって入った背番号7番、今日は控えからのスタートです。高橋が決めていきました。このシーン、星原から大久保が粘って、高橋のヘディング、見事に追いついていきました。